すいません。こんばんは、 AKB48 ハッピョンこと橋本あららです。こんばんは。悔しい。いや大したことじゃないんですけど、あのめっちゃオフだと思ってた日にフィッティングが入るっていう。そんだけです。いやもう絶対オフっていう気持ちだったのにフィッティングが入るっていう難しい、世にも難しい問題。いやこれがねレッスンの合間とかだったら全然いいやと思うんですけど、フィッティングのためにまあ大事ですよフィッティングも、そりゃだって本番当日に衣装がはだけちゃったりなんてしたら大変ですから。そう、でもほんと30分もかかんない、いつも。まあ衣装数にもよるけど、それは 3つのコンサートとかがあるときは全然あれなんですけど、今回のひーちゃんの卒業コンサートのフィッティングなので、まあもうね30分もあれば絶対に終わるんですよ。コンサートのフィッティングは1個なんて、1個だったら。そう、オフがオフじゃなくなりました。でも大事なフィッティングだからしょうがない、頑張ります。確かについでにどっか行こうっていう計画、あーいいね、なるほどね。あちょっと待って、最悪。ついでにどっか行こうと思ってた計画、今その計画のなんかおこれいいじゃんと思ったやつがあって、それを見たら明日までだった。ちょうど明日まで、違うか、待って、そのフィッティングの前日までだった、ちょうど終わった。くそつらぴ。ちょうどもうなんてついてないの、なんて日だ。そんなことある？おもろすぎやろ。
せっかくならちょっと待ってレッスン上の空き状況聞こうもうなんか自主練でも行こうかな。自主練はね大事ですから。そうでもそれこそねこの間ついこの間発表されましたけど、研究生のね新公演が始まるということで、その研究生ちゃんたちもね毎日頑張ってレッスンというか練習レッスンだったり練習だったりしてて、そうなのでレッスン場が空いてないかもしれない。ちょっと一旦聞いてみます。もうなんかせっかく出るならみたいな気持ち。もう今はね全力でひーちゃんのを駆け抜けた方が絶対いいので、お疲れ様です。のレッスン場の場所の空き状況知りたいです。空き状況状況を教えていただきたいです。ちょっとショックだった今。めっちゃいいじゃんと思ったのにこれね、なんか明日さ天気悪いの？わかんない、なんかよくわかんない。アーティーさんハート、こっちゃんハート、ディスクさんハートありがとう、ウトウさん金色だるまと服ありがとう。明日悪いんですか天気？なんかさ今日もさめっちゃさ悪いみたいなさ聞いてたけどさ、めっちゃいいやんみたいな。めっちゃではないけど寒かったけど全然悪くなかった。普通に午後晴れ？え、誰？晴れ女、晴れ男。誰？大好き。めっちゃさ、ヒートテック極段着ていこうと思ってんだけど、やめた方がいい？極段で踊んのやばいかな。え、極段じゃない、超極段。やばいかな。え、マジでもう、服みたいな。やつで行こうと思ってんだけど、やばいかな。やめた方がいい？普通に普通のヒートテック普通のの方がいいかな。一人だけめっちゃ汗かいてるみたいな。やばすぎ。もうすぎ。通常ヒートテックぐらいにしとこうかな。ちょっと さすがに
すがに通常モードにしようかな。スタッフさん早い、ありがとうございます。またレッスン、はい、リハ空いていたら使いたいなぐらいなので、また いただけるとです。風強くなさそうだし、ジメジメしてそう。確かに。ノブローさん、哲也さん、ハートありがとう。いや、極暖じゃない、超極暖。鬼あったかいヒートテック着ようとしてる。こちらカルピスソーダのソーダ抜きカルピスやないかいって言われそうなんですけど、ソーダが炭酸がなくなりました。カルピスソーダだったんです、もともとは。炭酸が抜けました。もう超極暖服、え、マジ服、これ超極暖なのかな、もはや超ぐらいの極暖なんだけど、ウルトラウォーム、ヒートテックって1年に1回切り替えた方がいいよって言うじゃないですか。1年に1回切り替えたことあります？超極暖ですね、やっぱヒートテックウルトラウォーム調べたら超極暖でした。へへ、めっちゃあったかいやつこれ。え、ずっと着てますよね。なんか1年で切り替えた方がいいよって言うんですけど、そんなお金持ってねえよ。すいません。急なヒートテック着たことない。やばっ、すごすぎ、人生すごすぎ。コロポックルさん、ハートありがとう。4年来てます。3年来てる今のは3年、持ち運ぶの、あーやだ、荷物多くなるの無理メイク道具もあるんだもん、だってメイク道具もあるんだもん。ユニクロ店でしたけど、あれはもう服です。今もう暑い、もこもこ、もうお風呂も入ってもう寝る準備満タンなんですけど、私今現在もう暑い。確かにヒートテックをどれだけ持ってるかにもよるか。そういえば31までプレイ、え、嘘、なんで、だって嘘だって、21って書いてあるよ。21は嘘、嘘なの？21って書いてあるんだけど、嘘なの？変わったの？
当だ、31って書いてある。え、本当に21って書いてあるんだけど、これに。イベントは21日で終了ですが、プレイは1月31日まで可能。どういうこと？え、皆さんどういうことだと思いますか？イベントは21日までですが、プレイは31日まで可能ってことは、謎が謎を生んでます。でも謎が謎を生んでるけど、31日までって書いてあるんで、31日までなんで、じゃあできます、じゃあやります。いやもうめっちゃ速攻で明日やろうかなとか思ったんですけど、なんかできそう、できるらしいんでやります、その暇な日に。よかった。やりたいと思ってたけど、やる日がないなと思ってたから。解決。いや、というのも、あの謎解きキットを前いただいたんですね、ファンの方から。でそれをやろうと思ってたんですけど、ちょうどだからそれやろうと思ったんですよ。そう、せっかくね、そんなね、たった20分30分のために外出るのも嫌だなと思ったから、せっかくならこれやろうと思ったんですけど、まさかの期限終わるみたいな、へってなって、おいおいってなったんですけど、なんか結果31日までできるみたいな感じ、月末までできるみたいな感じなのでやります。じゃあっていうのを、そう、謎解きをくれた方が今配信見に来てくれてて、そう、解決したって話。ごめん、一瞬みんなよくわかんない話があったよね。なんかね、あるんですよ、期限というか、待って、暑い、ヒートテック暑い、鬼熱、もうなんかもう裏肝を超えて、裏キキキキキモぐらい熱い、脱ぎたい。ヒートテック、いつもハーピョン寒って言ってんの、ちょっと暑すぎ、ユニクロ本気出しすぎ、やばい。着るの間違えた、ちょっと明日普通のヒートテックにするわ、着るの。配信終わったら即脱ぐわ。
チチチです。明日衣装なんだろう、長袖なのかな、なんだろうじゃないんですけど分かってるんですけど、あのどの衣装なんていうの、どの種類の衣装かは分かってるんだけど、それが私が着るやつが長袖なのか半袖なのかは分からないって感じです。いやでも多分長袖かな、あったかそうな衣装です。なので多分多分あったかい多分あったかい、だからヒートテックにする、ただの。うん、ちょっとウルトラあったかいはやめるわ。次からバナナちゃんハートありがとう、ツーさんハートありがとう。明日フィッシュワンなのに夜お寿司食べたい。でもさ、なんかフィッシュワンのあれ見てたらさ、生魚系はなさそうじゃなかった？なんかどちらかというと火入れましたっていうやつっぽかったので、多分お寿司 OK、うま寿司食べて。ブラジルとかあったら嬉しい。来ます？来ますと。ブラジルないかもだけど来てくれる？え、てかやばい、こっちの爪なんか乗らなきゃ。これはもうこっちはこれで出るね。やばい、こっちこっちなんか乗らなきゃ。いやもうワンネイル、ワン、ん？ワンカラーでいきます。こっち側はで、さかなクンさんのシール去年もらったやつ、確かパソコンのあれに入れたはず。私持ってこうかな、去年もいただいてありがとうございますって。会えるかわかんないけど、いざ冷蔵庫は私だけで、ちょっとなんかあのフリブイのやつの中に、他のねフリブイあるじゃないですか、いろんなの中に、なんかそのファンの方じゃない、スタッフさんがあのフリブイ送ってくださるんですけど、魚のフリブイが私だけいてめっちゃ恥ずいっていう。やばい、歌詞覚えなきゃ。今日の魚やろうかな、今日の魚めっちゃおもろい、今日の魚おもろい。
テレレレレテレレ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 レテ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 レチチチチキスエビタコカニカキタラ、もう完璧完璧よ、うちちょっと音量ミニマムで。島味うち歌わないから、残念ながら。好きだと言わしてさよりちゃん、大したもんだよ鈴木くん、生かした君たち見習って、僕も彼に変身するよ。ちょっとやろう。なぜか音流れない。めっちゃちっちゃちっちゃ音流れてる。左から前へ、また向き合って外回り、大したダダダダダレレレレレテレテレテンテレ鈴木くん、生かしたき、あ、やべ、手腰じゃない、手下だ。大したもんだ鈴木くん、生かした君たち見習って、僕も彼に変身するよ。回る、はい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 、キスエビタコ、うん、やばい、これは左なの、もう難しい。最初は右ですよね、最初はこっちですよね。あ、やばい、一回保存しようこれ。ちょ、やるからには本気でやんないとさ、申し訳ない。魚に。魚に申し訳ない。そう。回って回ってこっち側。はい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 。はいはい。はい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 、外回り、好きだと言わしてさよりちゃん、大したもんだね鈴木くん、生かした君たち見習って、僕の彼に変身するよ。回ります、キスエビタコ、あー、こっち左右、前向いて、魚魚魚魚を食べると、頭が良くなる。魚魚魚魚を食べると、体にいいのさ。さあみんなで魚を食べよう、魚は僕らを待っている。はい、こっち、あ、右、こっちは右、回って回って左、前に出て前に出て、横向いて外回り、なななな、なここ歌わりじゃない。僕らが好きだと叫んでも、風にひらめく
恋しい気持ち、僕らが好きだと叫んでも風にひらめく恋しい気持ち、カーに書きたら左右はいパー、魚魚魚魚を食べると頭が良くなる、魚を食べると体にいいのさ、さあさあみんなで魚を食べよう、魚は僕らを待っている、はい、魚を食べると頭が良くなる、魚を食べると体にいいのさ、さあさあみんなで魚を食べよう、魚は僕らを待っている、愛、魚を食べると頭が良くなる、魚を食べると体にいいのさ、さあさあみんなで魚を食べよう、魚は僕らを待っている、あすごいのがさ、うちらのさ去年はさもうこの魚の振り入れにもう1時間半ぐらいかかったの、そうめちゃめちゃ時間がかかったんですけど、もうすごいみんなもう30分ぐらいで終わりました、天才みんなマジですごすぎ、みんなすごすぎ、多分ちゃんと起こしてきたからだと思うんですけどエナッシュさんクマありがとう、私はもう去年の記憶だけで行きました、はい、去年の記憶、だからこれをこの振りを教えてくださる先生っていうか、まあレッスンの時にの先生はもうどっちだっけってなるじゃないですか、で右と左どっちだっけみたいな、もう私はもうプロだからあれ右じゃなかったっけみたいななるんですよ、でその左から先生がこうやって上げてたんですけど、あれみたいな、右じゃなかったっけってなって、右じゃなかったですかって聞いたら、その先生が去年の振り V 見てくださって、左だ、あ違う右だったみたいな、いやもう橋本魚プロ、魚プロ橋本、もう去年何回踊ったか、みんなの前では1回しか踊ってないけど、もう練習含めたらもう魚イベって一昨年、いいじゃん別に、11月でしょ覚えてるって
11月20、25とかその辺でしょ、分かってるって、いいじゃん別に。うん。すいません。昨シーズン、昨年度。張り合うな張り合うな張り合うな。張り合ってもいいことないから張り合うな。メール送ってます。魚は僕らを待っている。はい。ともゆきさん、ハートありがとうございます。母さん、ハートありがとうございます。マナーは、明日のイベントはマナー良くしてください。イベントはっていうか、いつもね、ピョンズの皆さんはマナー良くて本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、上手下手、下手よりセンターより下手より、メール送られないかも、やばい、ちょっと魚やりすぎてメール送られないかも、ごめん。魚のせいだ。いや、もう送信ボタンを押してるんですけど、ちょっとネットワークかな。先に魚やる前に先にメール送ればよかった、ごめん、マジで。ほんとごめん。魚は悪くないよ、魚は悪く言わないで。魚は僕らを待ってくれてんだから、魚を悪く言う人はおこだよ、私が。今 iPad のさ、なんか容量整理してるんですけど、チーム B のあれ出てきて懐かしい、チーム B のリハ V。
ラブチェイスとかやってたな。もう踊れないもん。うわ、私が全然踊れてない思い出以上。私とクルちゃんとユキリンさん。消えて振り残されたこの愛しさ。クルちゃん諦めた一瞬。伝えて、もう踊れない。糸なら繋がったいあり、そばにいたくてまだ離れられない見えなかった思い出以上。私はずっと諦めてる。くるちゃんは一回しか諦めてない。偉い。私はずっと諦めてます全て幻に振り向くなんてまだ別れられない。え、全然踊れないもうこれ。これは当日じゃないです。7月30日の振り入れやば、1週間これしか練習しなかったうちも、そう、振り入れがこの日しかできなくて、7月30日これだけをやってた。私はずっと。懐かしいな、チーム B が。懐かしい。これうち感想さ、蜘蛛の巣投げる人だったんですけどマジで投げれないと思ってたから、あ、違う、投げれないと思ってたじゃない、懐かしい。これもそう、あの、あれできない、感想の振りをみんなが難しそうに練習してるの見て、全然無理、踊れないと思ったからそう、雲投げる人でよかった感想踊れなさそうだったから。
指してファンタジーやりたい。好きな曲、これも好き。二人乗りの自転車、なんかどっかで一人乗りでやったけど、うち寂しかったな武道館で一人乗りの自転車やったけど寂しかったな。そういえば懐かしいや。懐かしいや。読み捨てファンタジーの橋本さん、マジで漏れてます。ありがとう。めっちゃ、なんかめっちゃ、うちの呼び捨てファンタジーめっちゃなんか、おすすめじゃん。呼び捨てにして。てか、ザ・チーム B の曲って感じじゃない？呼び捨てファンタジーって。ダンスも歌も。だから、ハルピョン漏れる。ハルピョンだから漏れる説。振りがかわいい。呼び捨てにしてほしいの、付き合っているみたいに、みんながいる前でなれなれしくね。呼び捨てにしてほしいの、うなずいちゃった感じで、お願い呼び捨てファンタジー。女の子の夢は俺の彼女だと言ってもらうこと、呼び捨てにしてほしいの。マジで可愛い。確かに珍しいよね、女の子目線の曲。サビの欲しいののところの手のくるくる、呼び捨てにして、ここか。チーム B の曲ってマジ全曲ゆきりんさん歌いだしほぼじゃないですかほぼだけど、だからなんかそう、そのあの声でしか再生されないからさ、もうどうすんのって感じどうすんのって感じ。そう、シアターの女神とかマジでそう。ハッピーな時間だったのに、不意になる。トゥイヤーズレターの歌い出し、ハルピョン、ハルピョンにしてほしい。だってなんて言うんですか、あれはもう、橋本ちゃんなんて言うんですか、あの子は。
え、おやす来た、嘘でしょ、何、ちょっとスタッフさんありがとうございます、優しい。劇場のハルピョンはハルピョンが思ってるよりアイドル存在感あるし、え、私めっちゃ存在感あると思ってるんですけど、それ以上に存在感あるってことですか、どうしよう、存在感しかないやん、私自分で存在感あると思ってるのに、存在感しかないやん、大丈夫か、お魚悪くない、お魚悪くないよお魚悪くないよ、やめてよ、パフォーマンス中あんなに笑顔できるのすごい、アイドルですか、それはちょっとアイドル仕事してる存在感しかないから、ハルピョンしか、ありがとう、いえ私しか見なくていいよ表現力ある、ええー、よと琵琶湖より存在感、ちょっとよくわからん存在感強いから押してる、ありがとう、橋本春菜がいる公演モチベしかなさすぎて MVP 達成、いや無理無理して、え、どうするMVP って100回ですよね、あとみんな何回ぐらいなんだろう、いやビジネス笑顔ではないですよ、そりゃあと10、え、あと19なんて秒じゃん、大丈夫大丈夫、すぐだってさ、うちらも16人公演が始まるじゃないですか普通に、ってなったらさ16人だからさ、絶対このポジション覚えてくださいって絶対出てくるよな、やば、頭パンクしそうあ、でもそっか、倍率も確かに上がんのか、その分半年ほど通常公演でピョンを見ていない気がする、え、応募してますか、ちゃんとちゃんと応募してますか、でも私ニポジでもギリギリなのに、散歩時とか覚えれん、うん、どうしよう、え、本当にセナタンとか本当すごいと思う、だからどうしよう、気づいたら2ヶ月公演で見てない、え、出てる、あれ出てないか意外と出てないか、
特待はねどうすんだろうね。16人でもさ無理じゃない？普通に。だってどうやだってさ絶対16人さ、しかもさ、いや16人が暇な日とかはあるかもしれないけどさ、そのポジション1人暇な日とか絶対大丈夫なんかな、わかんない。でももうらしいから頑張るよ。頑張るって決めたってことですもんね。16人公演やるって決めたってことですから、だからもう頑張るよ。何してるってなんかこれ広げちゃったから今できるとこやってる謎解きなんか広げちゃったから本当はね周遊謎なんで出なきゃいけないんですけど外なんかここでできるその問題やろうかなみたいな、多分行かなきゃできないものもあるんですけど、ここでできるやつやろうかなみたいな気持ちになって、今なんか急にやり始めちゃったえ、飴のページなんてあった、ひよことぶどうを作り矢印の先に進もう、電気クリアファイルを使い本当はそう周遊です、山手線を周遊して謎を解かなきゃいけないんですけどおかしいマップどこ、マップのマップの電気を光らせる、あ、そういうことね何だって、丸の中に現れたマークをマップの中にメモ、はい、
絶対さ、こういうの YouTube とかで回しながらやった方が楽しそう。今日はこちらの山手線謎巡りをやっていこうと思いますみたいな。山手線一周言えないんですけど頑張りますみたいな。絶対そっちの方が楽しそう。 YouTube か。でも大変そう、編集とか。あ、ほらマップを見て、ここの場所に向かい、ほら行かなきゃいけない。あー、行かなきゃいけない。行かなきゃいけないです。もうできることは終わってしまった。おしまい。また。あ、でもここら辺、ここら辺もできないじゃん。あ、できんのか。あ、できないわ。もうできなくなっちゃった。またそのタイミングでやろうと。いや無理、 YouTube すごいと思う私。 YouTube やってる人たち、うん、続編も持ってる、持ってるというかいただきました。ストリートビュー、いやダメですよ。周遊謎はちゃんと周遊します、ちゃんとしますって。ダメだよ絶対。そんなの。ダメ。ちゃんとします。でも初めてかも、ちゃんと周遊謎するの楽しみ。どういうこと？
そんなのもう迷子。あ、そういうことか。え、うん、もしも周遊謎解いてるハルピョンがいてもそっとしといてください。聞くかも。え、これ何みたいな。これ何だと思う。どういうこと？むずい。こっちはこっちでむずい。まあ先にこっちをやってからにしよう。今ちょっと忙しいんでって言って去りたい。いや、話しかけてきたのそっち。最近ナルタを見始めました。だって、ナルちゃんのあれ見ましたよ私。劇場のなんかあれしてるやつ、あの、そう、ビンゴ抽選、サンタ、軍事サンタのやつ見た見た。え、あれってスタッフさんとかもあんなに楽しそうにやってるもんなんですか？絶対なんかソンソンソンって感じでしょ。もっとなんかいて、何番から何番の方おめでとう、はい、何番から何番の方、何番から何番の方、何番から何番って感じでしょ絶対。あんなさ、皆さんお待たせしましたみたいな感じじゃないでしょ絶対。いや、逆にそれでやってたらもうなんか劇場のスタッフさんめっちゃおもろいやんって思っちゃうけどね。絶対淡々とでしょ。確かにたまにメンバーがやったら楽しそう、それは思う。でもなんか、え、こんななんかすっごいやってて、え、あれって抽選何分ぐらいにやるんですか？なんかも、え、そんな時間ある？と思った。開演時間絶対遅れてるよね。20分であれ絶対20分じゃないでしょ。うん、もっとかかってそう。普段だったら、普段だったらってか、そのあんな感じにガチでやったら。だからメンバーがやるときはちょっと3、40分前とかにやんないと無理そう。あの日は10分押した。うわ、マジか。そりゃそうだよね絶対。押しそうだもん。あんなに楽しそうにやってくれたらでも嬉しいだろうねスタッフさんも。なるちゃんの私のこと嫌いにならないでねって言ったのが可愛かった。普段ルカちゃんとかななみんもなぜかビンゴ抽選してくれて優勝したけど逆。え、確かに。でも思った、なんかさ、
ポジティブじゃんそれ。めっちゃなるちゃんが、そうメンバーが抽選するなら最後まで呼ばれない方がいいまである。そうだよね。なんか逆にさあハルピョン早く出してよみたいな言いそうそこでなんか盛り上がっちゃいそう。うん、だからなんか30分ぐらいかかりそう。30分うんかかるよね絶対。なえ、だからあれも別にその出演メンバーじゃなくて出演しないメンバーでもよくない？出演メンバーはさメイクしたりとか時間かかるじゃん、時間かかるじゃん、時間があるじゃん絶対。もうだからもう出演しないメンバーとかでも良さそう。確かにそれだけやりに行くのやばいか確かにそれはちょっとやばいか。確かにね。そのためだけはちょっと行かないかも。そのためだけはちょっと行かないかも。ごめんスタッフさんに任せよう。うん。ちょっと右手のネイル塗ろう。明日1日だけのネイルなんで、もう何色でもいいもはや。水色とかにしとく？無難に。この水色色量多いわ。これはもうチーム B の時にいっぱい使いすぎて色がない。このここら辺青系すごくない？全然これ全然あんま使ってない色。これもでも綺麗だよ結構使った。本当に使っ紫はハロウィンでよく使うな。こういう色全然さほらあんま使ってない色。こっちでこれめっちゃ減ってる。チーム B カラーすげえ。この色いっぱいあるからこれにしよう。この色いっぱいあるから。でもすぐ落とします。もう魚だけのため。いーちゃんの卒コンは何色かな。この色でも、でもこの色でもいいけど絶対こっちは落とす一回。ちょっともう竜伸びすぎてる。なんだかんだ竜持ってるよね。すごい。竜長生きしちゃってる。これはジェルじゃないんであんまり、まあ普通にすっぴんの爪よりはあんま良くないけど、でも爪を傷つけたりせずに塗れるのでまだマシ。あでもひーちゃんの時、うーん、いやドボンにしようかな。ドボンの前こんななんか悠長に配信してる時間あんのかな。すっぴんの爪はこういう何も塗ってない爪のことを指します。竜って長生き、竜ってどれぐらい生きるの？通常モードの竜って
どれくらい生きるんだろう。ちょっとオレンジハゲてきてるからオレンジちょっとだけ塗るわ。オレンジどれだっけ、どのオレンジ使ったっけ。これかな。そんなオレンジではないよね。リュウっていないの。あ、そうなんだ。リュウっていると思ってた。リュウっていないんだ。やば。知らなかった。じゃあなんでリュウっているの。なんで竜がなんかいるみたいな感じの世の中になったんだろうと思って。なんで。てかさ、なんかさ、いない生き物ってどうやってさなんか有名になるんだろうね。ペガサスとかもさ、どうやって。だってあいつらうちより有名やん。私は実在してんのに。実在するものより有名なんてことある？普通。すごくない？すごすぎない？なんかちょっと嫉妬。嫉妬してるわ。ってことは十二支ね。牛、トラ、ウ、タツ、ミ、ウマ、羊、サル、鳥。竜だけ存在しなくない。タツか、タツだけ存在しなくない。うち存在しない生き物なんだけど。やば。ハルピョンって実は存在してなかったりするんじゃない。みんなが見てんの幻覚だよ。存在感強いから。確かにさっきまで存在感すごいとか言ってたのに。存在しないんじゃないとか言ってる。やばい、頭おかしい人になってる。うち今どうしよう。どうする。みんなはそれでもハルピョンのことを推しますか。
なんか左右全然色違う、めっちゃおもろい。え、なんで悩まれてるんだろう。私存在しないとやっぱ押してもらえないのか、悲しいな。存在してるんで押してください、お願いします。存在してるし、明日みんなにちゃんと可愛い写真撮ってもらうためにこうやって今爪も塗ってるんだから押してくださいお願いします。明日撮影なかったらこれ落として終わりだったと思います。撮影タイムがあるので、さすがにね、ワンネイルだけど、ワンカラーね、ワンカラーネイルだけど、人多いかな。ファミもあるんでしょう、だって明日。そう、明日は雨でもやる。めっちゃマジで台風とかじゃない限りやります。明日は3時、あ、3時違う、2時半、2時50分、2時50分から4時半までほぼ出てます。すごい、ちょっとめっちゃ至近距離で見られたらバレるけど一応ね、一応補強というか伸びてたところ、ちょっと隠してみた。ハルピョンがこの間鮭とほうれん草のパスタ食べてたから次の日に買って食べました。え、待って、あのもっと美味しいのあるの、
ローソンのカルボナーラ生パスタの方が美味しいからそっちも食べてみて、お願い。もちろん美味しかったよそれも、でもそっちの方が私は好き。そうグラデーションになっちゃった。でもまあいいや、多分同じ色なんだけど、なんか時間経過とともに色変わっちゃったのかな。まあいいや。え、そう絶対そっちの方が美味しいからそっちを食べて、そっちも食べてみてください。シマアジ、魚を食べると、頭が良くなる。なんか食べたくなってきたな。キスエビタコ、カニかきたら、なんか食べたいけど。でもねこの間お菓子をね開けたんですよ。中途半端なお菓子がある。でもあんまり、あ、メガネ落ちた。あんま微妙だったあんま微妙だった。お菓子食べよう。だから紹介はしないうん、食べかけ、開けた、開けて食べかけ。半端な水は飲み終わって今日も飲んでる。半端な水、私はご飯食べます。作って、アピョにご飯作って。カルピスも半端、しけってないよ、ちゃんとサクサク、うま。なんか違う、美味しくなくはないんだけど、美味しいは美味しいの。え、唐揚げ食べたい、ありがとう。美味しいんだけど、なんかこう期待してた味じゃなかったって感じ。うん、すっごい美味しそうな見た目してるのに、見た目だし、こうなんか味の名前もめっちゃ美味しそうなのに、なんか美味しいんだけど期待値が高すぎた。最初の、うん、私の期待のせい。美味しいは美味しいですよ。言わないですけど、美味しいんですけどね。紹介なし。なんか
次々食べたいって感じじゃない。1日3枚ぐらい食べたらもういいやって思っちゃう。スーパーのメンチカツもうまいから食べたい。でもスーパーのコロッケ、うまいとこのスーパーのコロッケあるんですよ、私知ってるんです。え、この店って富山にしかないのかな、調べてみよう。店舗、お、新潟って書いてある。富山、石川、愛知しかないっすね、残念。富山、石川が多いね、てか富山が多いね、完全に。大阪屋ショップの大阪屋ショップのコロッケマジうま、1個25円、5個で100円。最近どうなんだろう、わかんないけど。めっちゃうまい。今どうなんだろう、わかんない。調べたいけど、なんて調べたらいいかもわかんない。大阪屋コロッケシリもびっくりよ、そんな検索ワード初めてみたいな。あ、今はでももう高いんだ、125円になってます。あら、そっか。ほら、ヤフー知恵袋にも載ってる。富山県民ならきっとわかる、大阪屋のコロッケが好きな人っていますか。ここで100円なので母がよく買ってきます。美味しくて安くて幸せですね。え、わかる、友達になれそう、この人と。あ、違う、125円っていうのは、5個で125円です違います違います。だから1個25円です。でも結局違う私の言い方が悪かった今。5個で125円ってこと。うん、ネットスーパーとかやってんだけど、やば、これどこまで届けてくれんの。これみんな、なんか急に大阪屋のコロッケなんか売れ出したらさ、私がさここで紹介したからってなるやん。これどこまで届けるんだろう。普通のコロッケですよ、全然なんかこんなじゃない、全然普通のちゃんとしたコロッケ、マジうま。でも富山来た時に食べてください。うん、なんか熱湯コロッケは冷凍だからあんま信用し
立てない、ダメ。 いいのかもしんないけど、一番ベストの状態で食べてほしいから、富山来た時に買って。うちの大好きな大阪屋のコロッケ、マジどうでもいい話しかしてない。こんな感じ。もういいや、ポテチ。あ、愛知もあるらしいよ。だから愛知の皆さん、おめでとう。大阪屋、愛知はちなみにどこかというと、ちょっと読めない、ここ、江南だって、そこです。ぜひ、ハルピョンのおすすめのお菓子ありますか？無印のブロックボックス、アイスボックスクッキーみたいなやつ。え、富山住んでたんだ、知らなかった、初知り。待って、聞いたことある、ごめん、だとしたら忘れてる。自分で作るじゃない、自分で作んなくていいやつ、自分で作んなくていいやつ、私作れるわけないんだから、自分で作んなくていいやつだよ、作らせないで。これ、ココアとバニラのクッキー、これ大好き、うち。でも意外と高いからあんまバカバカ買えない、なんか頑張った時とかに買います。これおすすめ、私の大好きなお菓子。じゃがりこも好き。富山のお菓子、待って、富山のお菓子で聞かれてた私今。富山のお菓子はあれです、カンコンタン。4年くらい前にファボーレで働いてました。待って、私イベントしたことあるの、何年前。ネズミキャンさん、ココアありがとう。七こし焼きのクリームチーズ、クリームチーズ多分食べたことない。ヨッシーのクッキーで見たこと、何ヨッシーのクッキーって。え、ムーンライト好きなんですけど、昔150円ぐらいで買えたのに今200円ぐらいするんですね。びっくりしました、この間。え、なんか驚きって、なんかもう買えないと思った。うん、え、昔なんか150円ぐらいして、あー高いなーみたいな、でもなんか今日頑張ったしみたいな。いや、今日頑張ったしじゃないんだけど、別に普通にあのママのママのあのママが押してるカゴの中に入れるっていう、自分のただそんだけなんだけど。え、
相変わらず158円って言われてる。え、嘘、待って、じゃあ私が見たお店が高かっただけなんか200いくらって書いてあって、え、待って、もうムーンライト買えないんだがって思ったんだけど。え、未だに150円台で売ってんの。びっくりした、うちその値段設定見て、もう買えないじゃん。ムーンライトっていうクッキーです。源氏パイも大好き。でも最近はお菓子食べないよ、あんま。220円になった、ほらでしょ、ですって。高くなったんだよ最近お菓子。最近お菓子食べないとか言ってさ、今ポテチ食べてたけどだから久しぶりに買ったんですよ、ポテチを。私はポテチっていうかじゃがいものお菓子を久しぶりに、すっごい久しぶりに買って、なんかドキドキワクワクみたいな気持ちで買ったのに、なんかあんまし期待してた味と違って、なんかちょっとショックだった。今日白エビせんべいもらった。白エビせんべいはうまい、安心して食べて。なんかああいうさ、白いさ白いせんべいにさ、なんか魚のさ風味が練り込んであるみたいなさ、お菓子大好きなんですよね私。そう、よくあるじゃないですか。雪の宿めっちゃ前昔好きだった、ずっと食べてた、一生食べてたマジで。え、違う、はんぺんじゃなくてせんべいなんですけど、せんべい、せんべいっていうの、あれでもそんな感じのやつ、めっちゃうまかった昔。昔っていうか普通に大好き。よく私静岡イベントとかロケとか行かせていただいてたんですけど、毎回買ってました、それのあれ、なんていうの、桜エビみたいなやつとか買ってた。しらす、しらすうまかった、しらすせんべい。あ、名古屋のゆかりはマジでうまい。え、わかる、めっちゃおいしい。なんか昔いとこがなんかおじいちゃん家に買ってきたんですよ、ゆかりっていう名古屋のあの茶色いおせんべい、めちゃうま。え、もう人生でこんなに美味しいせんべいを食べたのは初めてって思って、その時。そう、めちゃうまってなって、もうめっちゃ美味しかったです。あれだけはもう忘れられない味。なんかしかも普通のせんべいより硬いじゃん、ちょっと多分。それがまたいい。なんかめっちゃシソって言われてんだけど、シソ入ってる、あれ。シソ入ってないと思う多分。シソ入ってんのかな、分かんないや。シソはうまいけどね、大葉とか大好き、うち。しそのふりかけをゆかりと、へえ、それ知らないわ私。めっちゃふりかけ論争してる、ふりかけ
そうなんだ。ありがけそうなんだ。みんながふりかけとせんべいで戦ってる。楽しそう。コッペパンさんありがとう。金色だるま。西くんさんくまありがとう。食べ物はみんな今日、え、わかる、のりたまうまいよね。久しぶりにのりたま食べたくなった。はい、買ってきてはい、買ってきて。明日のおにぎりし、のりたまがいいから買ってきて。はい、いってらっしゃい。お願い、頼んだよね、本気だからね、うちこれちゃんと本気だから買ってきてよ。よろしく。いい、すき焼きじゃなくていい、のりたま、のりたま、のりたまがいいの。やめて、勝手にすき焼きにしないで、のりたまにして。え、のりたまだったらご飯うち何合食べれるんだろう、1回のご飯で。え、本当になんか私皆さんが思ってるよりも、爆食いするんですよはい、なのでで何合食べれるかとかやりたい。24時間、まあ24時間はちょっと無理、起きてらんない。1日3食で何合、3食じゃダメだ、10食ぐらい食べそう。え、普通にご飯食べれたい、食べりたい、食べりたい、食べりたいです。私昔普通にふりかけだけでご飯3合ぐらい、3合はちょっと盛ったか、2合ぐらい食べたことある。え、全然余裕で大学がオンライン授業だった時に、なんかオンラインだったからなんかご飯食べながらやってたんですけど、なんか気づいたらご飯なかった、やばいよね。中途半端な水飲み切った、えらい。一生お弁当食べてるイメージあるけど、お茶碗で白いご飯食べてるイメージ全くないねえ、食べるよ食べない人の反応だったな今。食べるよ、食べますって。真央さん金色だるまありがとうございます。食べますよ私、食べるよ、食べる、もぐもぐ食べるよ。配信とぴょんちゃんの好きなドラ、え、ちょっとやめてもらっていい、うちも見たいんだから。私ね、ほんと今ドラマにハマって、とあるドラマにハマって、ウィバースで送ったんですけど、マジいい、あのドラマ。お弁当大体残して後で食べる感じ、あー、なんか時と場合によるね。ごちそうさまでした。え、ね、うちの胃には何も入ってない。家では食べんや、待って私の家での姿を知ってんの怖いなが
怖いんだから。私の何を知っている。私の何を知っている君は。じゃあ問題です。ハルピョンが今日食べた朝ごはんは何でしょう。絶対当てれない。ちなみに昨日買いましたね。昨日ふと食べたくなって昨日のレッスンの時に、レッスン前かな、買ったんですけど、ちょっとイカ飯食べてお腹いっぱいになって食べなかったとあるものです。正解は焼きそばパンでした。焼きそばとかはいたんだけどね、残念ながら。焼きそばパンのパンってうまない？正解なし。セブンです。俺は明日の朝用に焼きそばパン買ってやる。え、だからダメだって、持ってきて、うちに、私に持ってきて。俺書いたよ。え、多分ね、正解発表後に書かれてたから、それは不正解です。正解発表後に書いてるのは不正解ですよ。そりゃそう。そりゃそう。カレーパンが正解？待って、どういうこと？焼きそばパンだって言ってんのに。焼きそばパンだって言ってんのに。え、だって明日の朝用にもう買ってあるんでしょ？じゃあください。じゃあください。セブンイレブンの焼きそばパンください。ありがとうございます。ハルピョンが外出する時の装備は。え、私この間みずみんと話してて思ったんですけど、あの全身ファンの人でできてて、その日も。そう、上着もファンの方からいただいたものだったし、マフラーもファンの方からいただいたものだったし、手袋もファンの方からいただいたものだったし、カバンもファンの方からいただいたものだったし、靴もファンの方からいただいたものだったし、やばい。レッスンズボンも多分ファンの方からいただいたものだった気がする、あの日は。え、やばくない？うちってみずみんと喋ってた。ハルピョンさんいつもそれ言ってますって、いつもみずみんに言ってる、うちこの話。ずっと言ってる、うん、本当に皆さんありがとうございます。ハルピョンさんそれいつも言ってますよ。衣食住の、ハルピョンさんの衣食住の意はファンの方でできてるんですよって。いつも言われる。いつも言われる、みずみに。なんなら多分なんかヒートテック2年前ぐらいにめっちゃもらったんですよ、うち。
そうだからそれを多分ヒートテックもそれ着回してるからやばい。今着てるパジャマもファンの方からもらったものだし、むしろぴょんちゃんが自分で買った服を見てみたい。へえ。あの私がよく着てる緑のさよく着てるあのうち大好きなんだよね、あれ冬になるといつも着ちゃうんだけど、緑のあの服あるじゃん。わかるでしょ。この服、これ私が欲しいって言って私が欲しいって思って買った服です。こちらこの日は全身ハルピョンです。ちゃんと靴も自分で GU で買ったやつ、安かったから。インスタ見てください。これは全トータルハルピョンコーデ、かわいい、ありがとう。でもネックレスはファンの方からもらったやつこれアクセサリーもファンの方からもらったやつ、あれあれ、そうですよ。なのでもらい物で生きてる女ですけど、このみんなが好きな赤い服もセレクト自分です。ちゃんとこれはローリーズファーム、緑のはイング、かわいい。かわいい。マルガンさんハート、よし、夜顔さんハート、ありがとうございます。車にひかれて体痛いです。こんばんは。やばいて、やばいて、やばいいて、やばいしか出てこない。さすがに中はもらえ、中インナー、インナーは多分ヒートテックぐらいじゃない、あげれるのは。ヒートテックは大量にもらった年あった。ヒートテックが欲しいですって言ってそう、みんなが何欲しいって聞いてくれるから、ヒートテックが欲しいですって言ったらヒートテック大量にくれた年があったありがとうみんなありがとう。事務所入るとプレゼントの金額設定なくなるからハイブランドのプレゼント来る。あ、だからみんなあんなにハイブランドのものいっぱい持ってるってこと？なんかみんなすごいなって思っているんですけれども、いつもあれは事務所に入ってるからなのか。でもハルピョンがハイブランドの服というかハイブランドのもの持ち始めたらなんかキモくない？気のせい？なんか一生島村で生きててほしくない？うち気のせい？一生島村で生きていける人間なんですけど私はい、一生島村で生きてる人間
ありがとう。ずっとヒートデックを袖から見せててほしいねえ、バカにしてる？ねえちょっと服見てもブランドわかんないちょっと、だいたいハルピオンが着てるみんなが知ってるブランドの服なんてもう基本ファンの人からもらってる服ばっかりなんだからなんかまあいいけど別に別にいいけど、バカにされても正解だから。いやー島村ありがたい、本当に好き島村好き。ジャイアンツのユニフォームも着てほしい。ジャイアンツのユニフォーム持ってないジャイアンツのやばい、袖からまたヒートテックがジャイアンツのユニフォーム持ってない。でもジャイアンツのユニフォームいつ着るの？だってもうウサギ年終わっちゃったもん。ジャビットくんはウサギでしょ。じゃあジャイアンツが優勝したら着るよジャイアンツが優勝したら着るよ。だから頑張ってもらって。これからもホークス大好き女だけど。安い服でもおしゃれにできる人が本物だと思ってる。じゃあ安い服をコーディネートして送ってくださいありがとうございますはい私本当にコーディネートができない女なんで。いただけるならありがたい。でも何より今一番嬉しいのはのりたま。今一番嬉しいのはのりたまだから、のりたまください。赤の服のレザースカート、え、レザースカートも、レザースカートが欲しいって言ったのは私。え、違うっけママ違うっけかな。あれはもらったのじゃない気がする。レザースカートが欲しくて、レザースカートを自分な気がする。うん、多分春菜だ。私は買わない、ママから来ました。
きっと明日富山に吉本新喜劇来るよ。明日池袋に橋本春菜行くから、池袋明日は。ペットボトル潰すところに生活か、やめて、やめて、言わないで、やめてよ、やめてそんな誰も潰してないよペットボトルなんてやめてもらえる生活感とか言うのやめてもらえる。メイク道具とかはもう全部自分ですよ。そりゃあのファンの方はメイク道具送れないので、はい。のりたま買ってきたけど運営さん検閲で引っかかる。そりゃそう、当たり前。え、セブンの機械に捨てたら、え、待って、何それ、七子のポイント貯めれるところがあるの。知らない。どこに？でも一部店舗でしょ？そんなのやってんだ。あざねえ。私がレッスンの時によく行くセブンイレブンはやってなかった。ハルピョンのペットボトルだったら2万円で買う。え、どんだけでも売るんだけど。ありがとう、買ってくれて。どうすんのそれ。のりたま食べるから当たり前じゃん。のりたまは食べられてなんぼなんだから、そりゃそうだよ。富山でもやってんのかな。はないわ、やってないわ富山で。残念。近くのコンビニあるよ。もらってくれたりする。うちのコンビニ、うちのコンビニじゃない、うちのペットボトル7個ポイント貯めてもらいたい。コンビニ、コンビニ譲って、え、てか家譲って家譲ってもらえる。その家ください。
やったもらえた、ありがとう。あれ、こんな簡単に家ってもらえるんだ、嬉しい。え、家賃は払ってね。埼玉でいい、え、ありが、家賃は払ってもらえるよね、もちろん。交通費じゃなくて、なんだっけあれと、生活費、電気代、光熱費。言うてみるもんやな、確かに言うてみるもんやな。下見行かなくて大丈夫？え？大丈夫っしょ。大丈夫っしょ、信頼と実績。どういうこと？信頼と実績とは。2時間に1回入ってきてやめて、配信してるから無理、ごめん。ひどい、ひどすぎる、ハルピョン、それはひどいよ。駅まで徒歩20分、車で送って、ありがとう。車で集合場所まで毎日送ってくれるってありがとう。やった、ピナンダさん、ハートありがとうございます。もうそんな時間なの、やば、ウケる。自分の家、あの隣隣で、番犬になります。そうね、凶暴じゃなければ。マジでこれから家建てますってなったらどこに、本当にもうどこでもいい、どこに建ててもいい。どこだろう、でも結構マジで静岡とか有料物件だなって思った。だって1時間で6000円ぐらいで東京行けるんですよ。なんか私多分都会暮らし慣れてなくて、都会暮らしって私多分もうね、多分ねやっていけない気しかしないので。うん、いや、だからなんか程よい感じのところ、いや長野も考えたよ、軽井沢ね。でも長野は雪降るし寒いから、そう1時間なんだけど、そうね、静岡なら富士市がおすすめ。めっちゃおすすめしてくれる。富士市、富士山ですよね。何考えてる、何考えてるの、え、ごめん。神奈川は田舎なのでおすすめ。神奈川って都会じゃね。神奈川って都会じゃね。大阪ね、関西いいよね、ユニバ行きたい。ちょっと迷う。47都道府県全部に建てちゃう。桃鉄、待って、桃鉄の話しなきゃ。
桃鉄したい。ね、桃鉄しようよ一緒に。何？だって友達？うちの友達？友達いる。なんか友達できちゃった。ここにいっぱい。ハルピンは着実に物件買っていきそう。正解。100% ぐらいの物件めっちゃ着実に買ってった。でもなんか最後の最後めっちゃなんかボンビー来たし、なんか悪魔みたいなのにめっちゃお金取られて、なんか目的地もめっちゃ遠いしみたいな、なんかもう最悪だったあの日。ほんと。マジ辛かった。最初はめっちゃ良かったんですよ。でもどんどんなんかお金がないからみたいな感じで、なんかどんどん借金しなきゃいけなくて、でなんかどんどん全部なんか物件売りますみたいな。そう、めっちゃうち堅実に買ってったのに物件。なんか気づいたらなくなって、眠くなってやめた。桃鉄したい。桃鉄ワールドもしたい。世界、うちヨーロッパマジ覚えれないから、ヨーロッパあれで覚えたい。今まで桃鉄ワールドやってました。2位でした。え、ください、桃鉄ワールド、ありがとう。全部みんながその持ってるもの全部奪いやがるこいつ。ジャイアン、ピョンズのものは俺のもの、俺のものは俺のもの、イエーイ。最低。マジ最低。え、劇中に本当に言ってます？待って、いや、え、なんかすごいことが起こってる今。今日も楽しそう、毎日楽しいです、みんなのおかげで。え、どうしよう、本当に届いたらどうしよう。もう待って、行動力早くない？ちょっと今びっくりしてる。今だったら何でもくれる？本当？どうしよう、何がいいかな。一緒に桃鉄やってくれる友達かな。お願いできるかな、一緒にゲームやってくれる友達。ありがとう。あれ。あれ、ありがとう。ありがとう、みんな。攻略本は絶対に大丈夫。桃鉄に攻略することなんて何もない。そう、ソフトは送れるんですよね、謎にね。電化製品じゃないんかいって思うよね。桃鉄攻略本、待って、すごい、そんなラーメンのアイコンしてるけど、この人めっちゃおもろいやん。友達ボックスに入る、待って、ボックスに僕を置いといきます。やばい、めっちゃおもろい、みんな最高。友達って1万、いやもうプライスレスだわ、ごめん。そうだ、友達ってプライスレス、お金にしちゃダメだった、ごめん。
今のは私が悪い。ピンポン当ててそのままもらってもらった郡司さんの検閲入りますけど大丈夫ですか。おすすめの映画の DVD、 わかんない。わかんない。そこは俺なんて200円ぐらいの価値しかない。ちょっと待って、やだよそんなネガティブそうちょっとネガティブ、あのポジティブであ、でも DVD もらったことあるわうち。確かにそういえばクレヨンしんちゃんの映画見てないけど持ってる見てないけど持ってる。55分です。え、すごい、なんかみんなが活発にコメントしてるのおもろい。あと配信5分なのに。クレヨンしんちゃんは人生で一回も見たことなくて、そうライブ DVD はめっちゃいただきます。それって AKB だからいいのかなって思ってた。別に普通にいいんだ。でもいいよね、クレヨンしんちゃんがいいってことはクレヨンしんちゃんがいいってこと。え、ってことはのりたまもよくね、もしかしてえ、のりたまのりたまはダメ？ダメか。くそ。のりたまが欲しい。いきまーす。1位 A ダッシュアットピョンズさん。2位てつやアットハルピョン大大大好きさん。3位サプライズレバーさん。4位トラックヤローアットゴリさん。5位鉄道ナイトアット山手線一周言えます、すごい、明日楽しみにしてます、ありがとう。6位西くんさん。7位コウキアット、いつの間にかプレゼントおねだり。違う、プレゼントは私おねだりしたこと1回しかない。1回じゃない、家と車が欲しいしか言ってないだから家と車をください。7位、間違えた、8位イバジュンさん。9位直吉さん。10位マックビックさん。11位ともゆきさん。12位バンボシさん。13位くじのだいごさん、ありがとうございます。家と車をください、あと土地、これからもよろしくお願いします。のりたまの袋はプレゼントできそう、綺麗に洗って乾燥させてやばい とりあえず明日、そうですね、明日はフィッシュワングランプリなので、とりあえず魚食べましょう。皆さん池袋で集合でよろしくお願いします。ハルピョンの配信初めて見たけど沼りそう。え、沼っちゃう本当変な配信しかしてないんで、いつもこんな感じですが、なんか暇だったら見に来てください、ぜひ。ほんとなんかほのぼのした配信ばっか、ハリーポッター見たりとかしかしてないからほのぼのした配信しかしてないんですけど、あの時間がありましたらぜひ見に来てください。これからもということで、明日はなんかもしかしたら晴れるかもしれないみたいな感じの、なんかニュアンスの感じなので、なんか脱ぎ着できるあれで、そう、なんか暑い、なんか一人だけ汗かいてる人とかめっちゃいたらめっちゃおもろいので、ちょこっちから見てる分にはめっちゃおもろいんですけど、すごいなんかさ、あの汗冷えて風邪ひかないかなとか心配になっちゃうんで、あの暑いなと思ったら脱げるような、あのそんなものをぜひ着てきてください。あのでも寒いっぽいんで
防寒対策だけはしっかりして、防寒対策、防寒だけは、寒さ対策と防寒と混ざりましたね。防寒対策ってことはよく分かりませんね。寒さに寒く来てくださいみたいな、ちょっとよく分かりませんが、ぜひあったかい格好して来てください。それではうさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで8526盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身アルピョンこと橋本アルナでした。それではまた、明日は夜配信です、絶対に。でも魚食べましょう、みんなで、よろしくお願いします。それでは、あ、今日はビバース荒らしませんので、絶対に。おやすみなさい。また明日、私はもうすぐに寝ます、ヒートテック脱いでおやすみ、バイバイ、ありがとう。